エルスエーニョが会いたがってる。交渉がしたいのかもしれないし、殺そうとしてるのかも。金山まで潰したのかよ。確かにカルテルの財産は減るけど、金だぞ。反乱軍の資金源にもなったのに。俺が操縦する。俺に運転させた方がいいぞ。カルテルの大規模な基地だ。注意しろ。誰もいないな。どういうことだ。気を抜くな。奇襲があるかもしれない。あそこへ行ってくれ。ミルコ。電話だ。IED じゃない。なりすぎだ。探すぞ。あれだな。出てみるか。絶対出ないぞ。指揮者だ。ごきげんよう諸君。エルスエーニョだ。ようやく話ができて嬉しい。面と向かって話せると思ってたんだけどな。遅れるなんて言うなよ。言い訳をして申し訳ないが、我々の仕事には用心深さが求められる。だが嘘はついていない。君たちの周辺にはシカリオもユニだともいない。話がしたいだけだ。場所を教えろ。話はそれからだ。私は流す必要のない血が流れるのを止めたいだけだ。私のビジネスにもボリビアにも悪影響を及ぼす。何十年も立ち直ろうともがいている国だ。また蹴落とすような真似はやめてくれ。国をおもちゃにしてやりたい放題やってる奴がよく言う。何か有意義な話はないのか。そこに車を4台用意した。契約金だと思って受け取ってくれ。もう一度言ってくれ。聞き違いかもしれない。俺たちを雇いたいのか。世界でも有数の戦闘力を持つ要人だ。雇いたいに決まっている。君たちは日夜国のために命を懸けているのに、報酬は微々たるものだ。その力を私のために、サンタブランカのために使ってくれるなら、想像を絶する大金を約束しよう。悪いが、丁重にお断りさせてもらう。俺たちがここに来たのはお前を消すためだ。お前がここにいないとしても知るのが少し先になったに過ぎない。だがそろそろお別れの準備をしておいた方がいいぞ。お前を見つけ出して消し炭にしてやる。そうか。それでは楽しみにしていよう。ボーマン、俺たちは無事だ。スエーニョから魅力的なオファーがあったけどな。儲け話？
受けたの？待遇がいまいちだったから殺すと言っておいた。まだ当分はあんたの世話になる。結構。またね。